27人のスクールアイドルたちと作る最高のライブ、あなたと叶える新しい物語スタート。東京お台場にある自由な校風と専攻の多様さで人気の高校、私立虹ヶ崎学園。そこに通うあなたは、ある日ミューズとアクアの合同ライブを見て衝撃を受ける。キラキラ輝くスクールアイドルたちを一番近くで応援したい。音の木坂学院ミューズ、浦の星女学院アクア、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、スクールアイドルみんなの文化祭、スクールアイドルフェスティバルを目指して、ここからあなたと彼女たちのあなたと叶える物語を始めよう。そうか、関係者以外立ち入り禁止ですよ。ワンダーフォーゲル帽ですか？ライブパートではあなたはスクールアイドルたちを一番近くで応援する立場です。あらかじめライブを行うメンバーを編成し、ライブ中は作戦の切り替えを駆使してスクールアイドルたちが最高のパフォーマンスができるように応援していきます。なるほど。従来のリズムゲーム同様、タイミングを合わせてノーツの処理をすることでボルテージ、つまりスコアが上がります。そしてタイミングよく処理をすることで会場のボルテージが上がっていきますが、従来のリズムゲームとは違い、ノーツを処理するたびにスクールアイドルたちはスタミナを消耗しますので、作戦などを組み合わせてカバーしていくのがクリアの鍵となっております。なるほど。ノーツの処理にはタップ、フリック、長押しなど様々なアクションが必要です。さらに編成したメンバーは3人ごとでそれぞれ作戦を設定できます。作戦はライブ編成画面でカスタマイズが可能で、ライブ中は画面左右のマークで作戦の切り替えができます。難易度の高い楽曲では事前のライブ編成と作戦切り替えこそが攻略のための最重要要素となります。例えば特技が発動しやすい作戦や、体力の減りを抑える作戦など、楽曲の特徴に合わせた作戦を準備することがライブ成功の鍵となっております。面白そう、めちゃくちゃ面白そう。顔芸に集中してて全然話聞いてない。またライブ中にはアピールチャンスが存在します。アピールチャンス、ここではミッションが表示され、攻略すれば大量のボルテージを獲得できるボーナスチャンスの一方、攻略できないととても大きくスタミナを消耗してしまいます。つまりミッションに合わせたライブの編成や特技を組むことがとても大事となります。スクスタでは3種類の特技があります。各カードがもともと持っているカード特技、合宿することでゲットできるひらめきスキル、そしてライブパートで SP ゲージを貯めることで発動できる強力な SP 特技。ここでは SP 特技について紹介します。SP 特技、
画面の真ん中の SP ゲージを貯めて押すことで、うん、強力な SP 特技を使うことができます、うん、SP 特技を使えばメンバーのカットインが発動し、ボルテージつまりスコアは一気に上がります。SP 特技を有効に使い、アピールチャンスを的確に攻略していくことも攻略のための重要な要素です。なるほど、はい、はい、いろいろ紹介していきましたが、はい、ライブパートはあなたがスクールアイドルたちを上手に応援して盛り上げ、うん、ボルテージつまりスコアを増加させていくことでライブを成功に導くというゲーム性になっているということです。なるほど、なるほど、ありがとう、ありがとう、めちゃめちゃ読んでました。さすがでございました。